これより近い将来鉄道のメンテナンス作業を行うであろう多機能鉄道重機のデモンストレーションをご覧いただきます。ではこれからデモンストレーションのお手伝いをしていただけるお客様を募集したいと思います。あちらの2階からロボットに道具を渡すお手伝いをしていただきます。お手伝いをしていただけるお客様は手を挙げてください。お手伝いをしていただけるお客様が決まりました。スタッフがご案内いたしますので、あちらまでお越しください。現在 JR 西日本、近畿一帯、日本信号の3社は鉄道工事作業における安全性向上と生産性の向上を目指し、人型重機ロボットと高所作業車を組み合わせた多機能鉄道重機の開発に取り組んでいます。多機能鉄道重機は作業を行う人型重機ロボット、人型重機を操縦するための操縦席、そして専用クレーン車で構成されます。クレーンの先に搭載されたロボットがクレーンで作業場所まで近づき、現在は人力で行っている高所作業をその代わりに行うことができます。このロボットの特徴は人間自らが作業をしているかのような直感的な操作性にあります。操縦者が操縦桿に力を加えると、その力を何十倍にも増幅した力をロボットは出すことができます。また操縦者は VR ゴーグルを装着することでロボットと同じ視野を持ち、ロボットが受ける重みや反動が操縦者側にフィードバックされますので、直感的な操作が可能です。さらに操縦者は車両の操縦席から人型重機を操縦しますので、地上にいながら安全に工事の作業を行うことができます。こちらにございますモニターには、左側が操縦者の様子、右側が操縦者の視界の映像がリアルタイムで映し出されています。ぜひ合わせてご覧ください。ではこれからお客様からロボットに道具を渡していただきたいと思います。赤いスポンジ棒を用意していますので、ロボットに渡してください。なお、あちらのスポンジ棒は、人型重機が作業現場での普通や材料をイメージしています。お願いします。スムーズに左手から右手への持ち替えができました。それでは様々な動きをしていただきましょう。今のは刀を向いている動作になります。
字を当ててもらいます。ではそろそろスポンジ棒を戻していただきましょう。無事スポンジ棒を返すことができました。では次のお客様に先ほどとは少し位置を変えてスポンジ棒を渡していただきましょう。このようなその場に応じた対応というのはAI やセンサーをいくら駆使しても自動運転技術で実現することは困難です。ロボットの力制御技術により人が直感的に操作できるように制御しているからこそこのような臨機応変な作業が可能となります。それではスポンジ棒を返していただきましょう。ありがとうございました。今回京都鉄道博物館の特別特大切符をご準備しました。あちらをロボットに検索してもらいます。お願いします。ロボットが切符を受け取りました。切符の内容を確認してもらいましょう。無事切符を切ってくれました。それでは切符を返却していただきましょう。次のお客様には少し渡す位置を変えてもう一度渡してもらいましょう。無事切符を切ってくれました。それでは切符を返却していただきましょう。このロボットはこのような細かな動作にも対応できます。では皆様
ご協力いただいたお客様に拍手をお願いします。ありがとうございました。今回は人型ロボットの作業性を感じていただけるよう簡単なデモンストレーションを実施しました。鉄道設備のメンテナンスは高所などの危険な箇所での作業が多くあります。しかし設備は多種多様であり、機械による自動化だけでは対応しきれません。私たちは人があたかも自らが作業している感覚で直感的にロボットを操作できるようにすることで、さまざまな作業の機械化を目指し実現に向けて取り組んでいます。多機能鉄道重機の高所作業のイメージはデモ終了後モニターで流しますので、ぜひご覧ください。これにてデモンストレーションを終了しますが、この後質疑応答のお時間を10分程度お取りしております。ご質問がございましたらこの場に残っていただければと思います。この後も京都鉄道博物館をお楽しみください。どうもありがとうございました。Thank you.